瑞岩寺。瑞岩寺は、宮城県宮城郡松島町にある、臨済宗明神寺派の仏教寺院である。日本三景の一つ、松島にあり、三号を含めた、正明は、松島青、辰山瑞神延伏禅寺、塩と、宇聖流山瑞岩延伏禅寺。平安時代の創建で、宗派と寺号は、天台宗、延伏寺、臨済宗建長寺派延伏寺。 現在の臨在宗明神寺はずいがん寺と変遷した。古くは松島寺とも通称された。江戸時代前期の1689年に、廃人、松尾芭蕉が参詣したことにちなみ、毎年11月第2日曜日には、芭蕉祭が行われる。また、大晦日には、加賀鎮護黙儀党である、必す巡行と、一般もつける女屋の鐘が有名でる。境内には、 ガリューバイと呼ばれる紅白2本の梅の木があり、伊てはサムネの手植えと伝えられている。また、山道には、シンボルとも言える、杉並木があったが、平成23年、2011年3月11日の東日本大震災の津波に見舞われ、その後の塩害によって、立ち枯れが目立ったことから、約300本が伐採されることになった。 同じ東北地方にある平泉の中村寺と申辻、山形離釈寺と共に四字回廊という巡礼コースを構成している。平安時代の延福寺については南北朝時代か室町時代初期の成立と思われる天台記が記すだけで確かなことはわからない。それによれば延福寺は天朝五年八百二十八年純奈天皇の直眼寺として 自覚大支縁人が解散した天台宗の寺であったという。縁人が開いたという話は他に、昭和元年、1257年に書かれた私宗百印宗に記されている。縁福寺に限らず、平安時代まで遡ることが確実視される東北地方の古寺には、縁人の解散と伝えるところが多いが、事実ではないと考えられている。縁人は、 関東出身ではあるが活動の舞台は中央にあった。自覚解散とされる寺は、自覚を名目上の解散に立て実際に開いた層が2世以降に下がった環状解散とも言われる。天台記はこの寺が、欧州藤原氏の保護を受け、文治2年1186年に藤原秀平が死ぬと、着死の雷大らが栗原軍を寄進したと記す。が、 一軍の寄進は新島大使、弱子は雷大らではなく安平、秀平の没年は文治三年である。また、文治五年、1189年に源頼朝が源義経を追悼したとき、福寺の僧は頼朝のために義経を図書したという。松島から少し離れた、あるいは松島まで含めた道の区国雰域気は、 欧州合戦勃発前に欧州藤原氏に離反したと推測されており、この伝承は高等無形と言えないものがある。寺にはまた、見物商人に宛てた、北条政子、頼朝夫人の手紙と、政子が寄贈したという普通車りが、逸話刀の形をした水晶製の容器に入れられて伝えられている。見物は、遠福寺には属さず、松島にいた行者である。政子の手紙は、 自筆ではなく、偽作でなければ、後世の写しと見る説が有力である。所簡、寄贈を史実と推定する学者もいるが、伝承を偽とする説も強い。例えば、容器の形からまさこ後の制作と推定し、鎌倉時代に、仏舎利信仰を進めた、新言、立宗の映像の影響を見る説がある。平安時代の延福寺は、現在の随岩寺とは別の場所にあり、 その位置は不明である。1992年、平成4年の随岸寺境内発掘調査で、旧世紀の聖炎炉が見つかったことから、その場所が当時は寺院ではありえないことが分かった。円福寺の規模は意外に小さかったのではないか、とする説もある。鎌倉時代、禅に傾倒した北条時より、鎌倉幕府出権は武力で天台派の相当を追い、 発信性に使用住職に据えた。天台機で、全宗への転換は、時よりの開国伝説に付託して、劇的に客色されて伝えられる。それによれば、旅の僧として、松島に来た時よりは、祭礼を見物して感動し、大声で祭りを褒めた。それが祭りを乱したとして、多数の僧とが時よりを殺そうとした。幾人かの僧の鳥なしで時よりは地泣きを得て逃れた。 時よりは、岩屈で修行中の発信に出会い、天台像を滅ぼして、全宗を広めるという密談を交わした。その後、千人の兵力を差し向けて、天台宗と追い払い、発信に寺を委ねた。起こった、天台宗の僧は、福浦島に集まって、時よりをずっそし、死に至らしめたという。以上、天台記が記すのは、この紛争についての天台宗側の伝えとされる。 禅州側が伝える時よりは、主肉を鳥色に惑う天台像の大敗を目にして、発信と語らってから、兵を差し向けたという。この伝えは、江戸時代の教法元年、1716年に、随願寺百三世無案が記した、松島諸家地記にある。細部はどうあれ、天台州から禅州への転換という骨子は、諸学者に承認されているが、巡る海伝説は、 後世のものであろう。時よりの外語は口述の当時雑誌象外言状上々にも書かれているが、それについても留保する学者がいる。いずれのつてでも天台宗とは立ち残されたことになって、いるが、その後も松島で活動を続けたらしく、南北朝時代に寺の支配をめぐって、全宗とと争った。訴訟に際して、全宗の総形外が、官能元年。 1350年に書き上げた文書が、当時雑誌症計、外言状上場で、北条時折の外語を得て、解散の発信以来15世にわたって禅宗であった、ことを主張して、天台宗に対抗た。さらに、江戸時代初めまで活動を続けたらしきことが記録に残っている。しかし、天台派の存在は、こうした禅宗側の反応によって知られるのみで、具体的な活動内容は不明である。 解散となった、発信制裁は、中国の僧で修行してから帰国した僧である。彼は、しばらくして立ち去り、僧の出身で、県庁寺を開いた、蘭慶道隆が、遠福寺、第二大十字になった。以後は、蘭慶道隆の弟子が、遠福寺に従した。臨済州遠福寺は、将軍家が保護する寺社である、関東五祈祷所に指定された。さらに、 北条氏の保護を得て、最初も三、実説に次ぐ所山のうちに数えられ、後に関東実説に上った。当時の建築物は現存しないが、一承認人エデンに見える。平成三年、1991年に、当時の遺構の一部と多数の遺物が発掘された。他に、火略元年、1326年の雲板が、伝承する。しかし、火災によって、 戦国時代の終わりには、廃墟道前にまで衰退した。天正六年、1573年頃、九十三世未堂の、大から臨在宗明神寺派に属した。江戸時代に入り、松島を含む仙台藩を領した、伊達政宗は、前奏虎なり奏祭の勧めで、遠福時復興を思い立ち、慶長九年、1604年から十四年、1609年、 までの工事で完成させた。今に伝わる桃山様式の本堂などの国宝建築を含む画覧は、正宗の造営によるものである。この折、寺の名を改めて、松島青、辰山随岸遠福禅寺と称した。十字が一時不在だったが、寛永十三年、六百三十六年に、雲井が入り、伊達氏の保護もあって、流星を極めた。この際、それまで、寺とは、 別個に存在した五代道が随岩寺の管理下に入った。正宗の隠し取りでという説もある。明治の初めに寺寮が没収され、廃物の風潮が盛んになると収入を失った随岩寺は急暴した。付属の建物が多く荒廃して失われた。明治九年1876年に明治天皇東北巡行の際に貸金があってから徐々に 財政難を脱した。大正12年9月、松島湾で採れたうなぎの供養として、地元民の寄付金でうなぎ塚が建立された。昭和28年、1953年に本堂が国宝に指定されたほか、建築物等多くの文化財を有する。昭和43年、1968年に大書院が完成し、昭和48年、 1974年には宝物館を開設した。宝物館には発掘調査などで出土した円伏寺時代の遺物など約3万点が収められている。平成20年2008年11月から平成30年2018年まで平成の大修理が行われ2018年6月24日に落景法要が営まれた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。